再転換して15分経ちました。さあどうだかね、まあ消えてはないでしょう、まだ残ってます。問題はこっちの仕上がりなんですよ。出来上がってないんですよ。食いたいんですよ。どうだろう、ちょっと試食してみましょう。おー熱いね。いや香りは炊きたてのいい感じですね。ちょっと試しに食いましょう、いただきます。まだ若干芯ありますね。もうちょっと温めましょう。とにかく今使ってるね固形燃料燃え切るまでいきましょう。太陽はすっかり山の陰に隠れました。トワイライトタイムってやつですね。いや本当にいい色ですね。湘南って素晴らしいっすね。お江ノ島の灯台光ってますね。さてもういいかな。もうコケネン2つ使ってますからね。やっぱこのやり方だと熱取られちゃうのかな。どうだろう、生きてっかな。まあいいや、ちょっとこれで試食してみよう。さてちょっと開けましょう。さあどうかな。香りはいいね。こんな感じです。じゃあちょっと試食しましょう。これ食いりゃいいんだけどね。いただきます。なんか芯残ってんな。しょうがない、これでもうカレーにして食っちゃいましょう。これカレーの前に春巻き乗せないと。こうやってゴタゴタ乗せたから、温度下がっちゃったのかな。カレーはね、まあそこそこ温まってますね。これで春巻きカレーです。あ、これはいっぱいだね。こんな感じですよ。これね、飯がちゃんと炊けてればね、まあしょうがないです、これで食うしかないです。ではね、この春巻きカレー飯炊き失敗のね、まあいただきます。ちょっとこれだけでいってみましょう。カレー春巻きですね。問題はこっからですよ。芯残ってんな。スプーンでついても分かります。まあいただきましょう。まあ食えます。確かに芯残ってます。おかしいな。水の量もね、米の量もね、燃料のねキャパシティ内のはずなんですかね。 40g の固形燃料で炊くには、家の中の無風状態なら2合なんですよ。でこうやって風のある野外でやるときは1合半なんで、今日はね1合半だったんですがね、カレーのね量と、あと途中で春巻きに乗せた、それで熱が取られたんですね、おそらく。でもうまいね、やっぱり。なんか外で食うっていうそのねバイアスのせいでうまいのかもしれませんが、この春巻きカレーはなかなかですよ。春巻きのとこ行きましょう。いや春巻きとカレーは合いますね。ワインは合うのか。まあまあまあ合いますね。どっちかというと白の方が合うかもしれませんね。でまあ悪くないです。好みの問題でしょうね。 S ビットと飯盒を使って自動炊飯で、このレトルトと合わせるときは 40g の固形燃料なら米は 1.5 合で、レトルトの、ね、具材は 200g 以下ってとこですね。ちょっとそれが本当に正しいかどうか、また次回どっかで検証しなきゃいけませんね。でもまあこれなんとかギリギリ食えるって感じでね、これはこれでうまいです。まあ、外で食うもんは何でもうまい、そんなとこですよ。完食しました。結局飯のね芯が残ってるとかベチャっとしてるっていうのは、大体全体の1/4、1/5ぐらいでね、まあ大体はねそのままいい感じで食えました。やはりね、S ビット固形燃料火力が弱いんでね、無理しちゃいけませんね。ではね、もう今日はこれで撤収して茅ヶ崎の駅に向かいましょう。忘れ物はないな、大丈夫だな。よし、さて帰りますか。よし。
素晴らしいトワイライトタイムですね。いや美しい。いや今日は来て正解でしたよ。確か茅ヶ崎駅へはサザン通りっていうのをひたすら道なりにまっすぐ行けば茅ヶ崎駅、東海道本線にぶち当たるんですよね。確かこの道がねそうだったはずなんですよ。カメラの GPS 地図で調べた結果、どうもこっちはサザン通りじゃないようですね。もうちょっと行ってここから少し斜めにね、右じゃない、左に入るのがサザン通りらしいんですよ。ちょっと行ってみましょう。ここの交差点、サザンビーチって交差点ですね。確かこっからがサザン通りなんですよ。そう、このラーメン屋ね、 Google ストリートビューで見た覚えがあります。やはりね、予習は大切ですね。こういう店がね、時々現れるってことは、まあここがサザン通りで間違いないでしょう。でもそういうところを覗けば本当に住宅街ですよ。でもこういうところに住めるっていうのはね、羨ましいですな。素晴らしいものがありました。こう来てるわけですね。こう来て、んで現在地がここ、んであとちょっと行けば東海道本線にぶち当たる。あ、これはね間違いなくサザン通り歩いてます。正解でした。あとちょっとです。だいぶ駅に近づいてきたようで、本当ににぎわってますね。サザン通り商店街ですよ。いやー、ここをね、せっかくですからね、ちゃんと昼間の時間に通りたいですね。さて、ここまで来たらこの道をね、右にずっと行くんですよ。そうすればね、茅ヶ崎駅のメインっていうかね、主な出入り口に行けるんですね。ちょっとね、その茅ヶ崎駅の玄関口からね、このサザン通りってずれてるんですよね。夜なんですかね、だからここら辺の街の雰囲気、やっぱりなんか湘南に共通するような感じありますね。京急久里浜とか逗子とか小田原とか、なんとなく雰囲気がやっぱり、あるような、まああくまでも私の感想ですけどね。この駅ビル、間違いなく茅ヶ崎の玄関口です。いやー、歩いたな今日は。いかがでしたでしょうか。今日は小田急の片瀬江ノ島駅から湘南の海岸をずっと歩いて、この JR 茅ヶ崎駅までやってきました。いやー、本当今日は最高ですね。風は緩いしね、カラッと晴れてる。本当にね、湘南日和ですよ。こういう時はね、本当にね、湘南の海岸散歩する、いやー、いい贅沢です。最高ですね。本当にね、どっけもね、疲れもさーっとね、もう抜けてくって感じですよ。まあ片瀬江ノ島駅からここまで10キロありますんでね、ちょっと根性がいるって言ってもね、あの素晴らしい中歩いたらね、本当それもね、さーっと抜けてきますよ。本当根性もいりません。本当この気分の良さで全部ね、この塗りつぶされてやってこられますよ。本当にね、これはおすすめですね。本当私もね、いい気分です。で、今日はね、もうこれからね、やることはない、電車乗って帰るだけです。ここからね、相模線で厚木行って、ね、そこからね、小田急線で新宿、そんな感じです。飲んだくれでした。